シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よ、今日の夜会はイースターガチャ引いてくってやさんだが、ツイッターの方で言わせてもらってんだが、こっちで言ってねえから言わせてもらうぜ。チャンネル登録者9000人ありがとうな。なんとかここまで来れたぜ。去年の9月か10月あたりからサタンの部屋を始めてよ。それで毎月1500人ぐらいペースで増えてきたんだ。でもよ、この3月急にそれが半減してよ、750人ぐらいになったんだ。増えるペースがよ、ちょっともうその勢いがやべえ、怖えっていう状態なんだが、ま、俺は変わらずどんどん動画上げてくから、そこはよろしく頼むぜ。で、ま、ツイッターなりこのコメントなり、すげえこのうちのチャンネルの、ま、視聴者はみんなすげえいいやつなばっかだなって、最近感じてるぜ。で、昔はよ、毎日投稿じゃなかったから、コメントは完璧に返したんだ。もう、バーっていつも動画上げた瞬間からもう返したんだが、さすがによ、今、ツイッターの方は、まあ、ほぼ返してんだ。コメントしてくれた。まあ、でも、YouTube の方のコメントを全部返すとなると、ツイッターの方でも毎日2、3時間かかってよ。いや、そんなかかってないか。いや、ツイッターの2、3時間は、そのツイッターのいいねを押したりとか、いろんな人のツイートとか見たりとか、そういうの含めて2、3時間かかって、YouTube も返すとなると、俺適当に返したくねえんだ。本当に真剣に読んで真剣に返してるからよ、いつも。まあ、たまに返してる動画あるから。まあ、見てくれたらわかるんだ。信長の旧の国のやつも返してるんだが、それも見てくれたらわかるんだが、まあ、あんまり適当に返したくねえっつうか、本当に。まあ、でも一応コメントみんなの分読んでるから、そこは了承してくれよな。で、気分が向いたらちゃんと返させてもらうぜ。なんかよ、よくツイッターとかでも、急に、なんか、シアルさんじゃないや、サタンの部屋、遠くに行っちゃった感じがするとか、たまに言われるんだが、まあ、最近言われてないか。そんなつもりはねえんで、常にみんなと一緒にいたいと思ってるぜ。そりゃだってうちの夜会みんな来る夜会だからよ。そんなことしたくねえぜ。よし、そんじゃあイースターガチャ引いてこうぜ。契約完了。で、まあ狙いとしてはアリスか、ザドケール。ザドケール欲しいな。持ってねえんだ、ザドケール。最近爆死続きだからよ。たまには頼むぜ。うわ、ちょっと、また、ハーレイか。ハーレイ X 持ってるからどうしたのかと思った。うわ、いただ、よしよし、これめちゃくちゃいいじゃねえか、これ。結構みんなこれ狙ってんじゃね。さすがにもう一回はねえか。おお、結構嬉しいぜ、これや。え、アリスってしょうもねえセーラームーンバージョンと、このアリスと、これは結構嬉しいぜ。感染切りが食らわねえ。そういうステージにはいかねえんだが。うわ、イラスト結構良かったからよ、欲しかったんだよ。これも欲しかったんだよな、これ。まあ最近ガチャすげえ爆死しまくったから、まあ、いいよな、たまにはこういうのよ。で、次。次、特玉のガチャをやっていくんだが、この特玉のガチャ、本当はまあ、あげるつもりなかったからよ。3日間分しか取れてねえから、もう解説入れながら、動画見ていくってやつにしようぜ。ちょっと寝起きだからよ、声が全然出ねえんだけど。で、まあ、解説的にしていくと、一応、5アカウントをよ、毎日、引き続けて合計40連ぐらいできたんだ。まあ本赤は最後の日まで1個しか落ちなかったんだが、でそこで出たガチャゲンの数が3体とは言ってもよ、本当に最後の最終日のサブ赤の最後の2連まで1体しか出てなくて、最後のその2連で星5が2体出て、結局まあまあな結果だよな。40連で星3体っていうのはまあ許容範囲。でもあれ2体出なかったら本当に40連で1体って結構ひどくねっていう状況だったからな、あれ。で、出たモンスターがベガと、アリスちゃん、ってやつ、なんだっけ、ルイス・キャロル。ルイス・キャロル2体。
ていう感じだったぜ。え、でも、つーかよ、サブアカみんな、毎日2とか3とか4とか押してんのに、本アカだけ、5日連続1。これもしかしてよ、あんまりやってねえユーザーのやつは、いいやつ落として、また引き込もうって作戦なんじゃねえか、これ。本アカ、いや、おかしいだろ、本アカいつももう、本アカって毎日もう、あの、信長ネスとか入れたらもう、本当に毎日何時間も起動してるから、もうこいつはもうモンストやめることねえだろうと思って、そういうことされたのか、ちょっとわかんないが。で、次に、見せるのが、昨日出そうと思ってた動画なんだ。で、昨日は時間が全くなくて、いろいろハプニングもあって、すげえ短めの動画を作ったんだが、もうそれここに入りそうだから、貫通タイプの重心化、大凶小凶、トリプルアンチに獣キラー M、まあ、使えるとこっつったらエデンとエルドラドとか、まあ、かなり幅広いと思うぜ。ここでも使えるっていうのがあったらよろしく頼むぜ。あと俺は9の5を押す。こいつ、アンチブロッカーって言ってんだ。まあ、貫通タイプだからさ、こしらちょっと難しいかもしれねえが、結構 SS でボスにダメージが出せるからそれは楽しみなんだ。だがよ、こいつ獣キラー M 持ってっからあのぬいぐるみが獣なんだ。幻獣とかじゃなくてよ、おそらくボスに SS 打つとボスの下のあいつは破裂する。一瞬でパーン。だからよ、まあ、ほんと短期決戦を望むタイプだ。次、こいつ。アンチ重力バリア、アンチダメージボールの、このグングディル、オーディの武器だ。で、こいつは、アイゼン見ようとしてのどっこいしょの SS。で、ランキタンとかわけわかんねえもんついてるが、まあ、一瞬使えると思うのがシャンバラだ。まあ、他に19の国無理やりいけんのかな。まあ、他にも使うとかあったらよろしく頼むぜ。まあ、俺は9の国でも使うと思うが。次、こいつ。ケラウノス、ゼウスの武器だ。全属性耐性とか闇属性キラーとか。これ、ナイチンゲールとヒミコが強い理由のキスアビで、この反射クロスレーザー EL があるってタイプなんだ。これやべえ。ここ多分今回の一番当たりだと思うぜ。これは絶対欲しい。全属性耐性も強いからな。というか、本体より強くなるのやめてくれる。で、使えるのは近畿の極の5とか。他にもいろいろあると思うぜ。コメント欄に頼むぜ。で、俺は9の極でも使うぜ。これは相当やべえ。弱点ヒットで敵ガンマヒットも結構面白そうだよ。で、次こいつ、ギャラルホロン、ヘイムダルの武器。あ、ごめん。さっきのこいつ、反射ね。こいつも反射。で、アンチ16バリア。入場コンボかける2。で、アンチワープダッシュ。多分スピード遅いのかな。ダッシュがついてるのが強いよな。で、こいつ16ターンでこの加速状態にする敵の SS を使えるんだぜ。結構やばいよな。回復弾と超強メテオとか。で、使える場所はまあラウドラン。そして19の国。で、俺的には9の国も押すぜ。16ターンでよ、こんな加速状態できるって結構雑魚処理も楽になるから、9の国は楽になるんじゃないか。まあ、そんな感じだよ。で、次はよ、再現 CG メーカーってあるじゃねえか。あれでよ、変なダンジョンクイズ作ってんだ。で、この前出した動画は、その見てくれた人にはすごい好評だったんだが、再生数が全く伸びねえ。久しぶりによ、5000いかねえような、再生数が生まれちまったから。でもすげえ好評だしよ。でも、Twitter とかで全然伸びなかったんだ。これこういう、これバベル作ったんだが、これ、マジ Twitter で全然伸びなくてびっくりしたんだよな、これ。で、よく、Twitter とかほんと YouTube ってよくわかんねえよな、それぞれ個性あるけど。だってこういうのって急に、なんか、8000再生、じゃ、8000リツイートとかで やってこねえ、こういうタイプ。でも俺が出すと全然伸びねえんだよな。まあだからまあそういう厳しさを知ったんだが、やっぱ狙ってやるとよくねえよな。で、まあでも、さすがによ、結構、評判良かったから、コメント欄では。もうやらねえっつうのは、ちょっと申し訳ねえなって感じがするから、その時間があって余裕があって、まあ、趣味程度に作れるんだったら、このダンジョンクイズ。で、ちなみに今これダンジョンクイズなんだが、これ、どのクエストの、どのステージでしょうっていうのを、まあ、簡単に言ってくれたら、まあ、それを答えなんだが。こういうのは、その動画の最後。動画がなんか短すぎる場合とか、おまけでよく、まあ、いろんな YouTuber 入れてるじゃないか。っていう、うちもまあ、おまけをよく入れてんだが、そのおまけ。としてこういうのをやっていこうと思うぜ。まあ、頻繁じゃねえぞ。これ結構作るの大変だからな。いや、このバベルは例外。このバベルは例外なんだが、普通このバベルみたいなモンスターはいねえ。普通に犬みたいに代用するんだが、これバベルは ただなんかもう俺が頭おかしかっただけってやつなんだが。で、今回これ。これは覇者の塔40回。ボス1だ。ビゼラとかいいだろ、ガッチェスみたいなのがあれ。つうわけだ。じゃ、本当に、9000人ありがとうな。これからもどんどんよろしく頼むぜ。で、今日、アラミタは今日はダンジョンで頑張ってるらしいからよ。いねえから、そこはちょっと、応援やしてやってくれよな。
じゃあな。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。あばよ。